石原和子さんの煩わしい人間関係に悩むあなたがもうやめていい32のことという本を読んで強く感じたことをシェアしたいと思います。あなたが日々の生活の中で何かすっきりしないもどかしさがいつもあったり、いつもなんだか焦っていたり、何をしても満足できていない自分に気づいたら、それはやってることと心が欲していることが一致していないから。忙しい現代人は社会や世間の目と思われるものからの圧力に耐え、生き抜いていこうとするためにやりたくないことを我慢してやり、やりたいことを我慢していることが多いのではないでしょうか。文章にして読んでみると明らかにおかしいのがわかるかと思います。やりたくないことを我慢してやって、やりたいことを我慢する、変ですよね。もしかすると自分では我慢していると思ってもいないくらい小さなことかもしれない。もしくはそれが日常化し、我慢することになれ感覚が麻痺しているかもしれない。しかしその見えない我慢はどんどん頭や心の中に蓄積されていき、消化されないままモヤモヤとしてあなたの中に残ります。会社のため、家族のため、社会人として当然、親として当然。もちろん家族も会社も大事だし、自分の立場に見合った自分でいるよう努めることも大切です。では自分が感じていること、自分の心が欲していることはどうなるのでしょうか。誰がそのケアをしてあげるのでしょうか。自分の頭の中にある、これができて当然だ、これをやってあげるのが私の役目、私はこれをしたいからしていると思っているつもりでも、本当はしなければならないと自分をがんじがらめにしているなど、知らないうちに作り上げた見えないルールを一度捨ててみるといい。そのルールに沿って動こうとした時に、逆に自分の心の声に耳を澄ます。私は今本当にこれがしたいのか、私はこれを楽しんでやっているだろうか、私はこのあと何時間も今やっているこのことをやり続けたいだろうか、そしてこのことは私の人生に意味のある価値のあることだろうか。辞めたいと思いながら仕事を続けている、別れたいと思いながらまだ付き合っている、面白くないのに笑ってる、帰りたいのに無理をしてその場に残ってる、このように苦痛を感じているにもかかわらず無理してそのことを続けているのは、自分で自分を傷つけているのと一緒だと石原さんは本の中で語っていました。すべて一気に急に辞めるのは難しいでしょう。そういう場合は自分にお試し期間をあげて、自分の感じ方がどう変化するかを観察します。1週間試しに仕事を休んでみる、自分から連絡するのを控える、無理に笑わなくていいんだよと自分に言ってあげる、試しに一度早めに切り上げて帰ってみる、そして残った他の人にも自分にも何も悪いことは起きないと実感する。自分のやり方で心がまっすぐな方法を試してみます。心は軽くなったでしょうか。顔の筋肉が緩み、肩がリラックスしているでしょうか。自分の心がどう感じているか観察します。自分を大切にするイコール自分の心を感じる。頭で考えて出した答えではなく、心で感じていることを大切にします。心の声を聞く、答えはシンプル、それだけなのです。他の誰かに手を貸している時でも、自分が心地よく感じながらやれている範囲と、それが気づかないうちに時間的、精神的、身体的にキャリーオーバーとなり、無理してきている範囲があるはずです。その自分のバランスを大切にしてあげましょう。メンタルヘルスやセルフケア、HSP のお話など、こちらの再生リストに載せています。もしよければ見てみてください。今日も見ていただきありがとうございました。バイ。